はい、どうもですこんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、ファミペイ翌月払いで最大1500円相当不要、実際の使い方や注意点など解説ということで、今回はファミペイについてですね、先日のまとめる動画の時に少しだけ解説をしたんですけども、今回はこのキャンペーン自体に僕自身も参加してきましたので、もしですね、トライされる方は参考にしていただければな、と思います。それでは 行ってみましょううといことで、今回お伝えするキャンペーンこちらですね。ファインペイ翌月払い期間限定ファインペイボナス最大1500円相当をもらえるっていうキャンペーンですね。ま、あそもそものこのファインペイ翌月払いということで、ま、あここ最近ね、まあ、スマホ決済でも、まあ、メルペイであれば、スマート払いとか、ペイペイも確か後払いみたいな機能があったと思うんですけども、ま、あそれのファインペイバージョンということで捉えていただいて結構です。ま、あ個人的にあまり推奨するサービスではないんですけども、キャンペーンについてはうまく取り組めばね、特にリスクなく参加ができますのでご安心いただければと。 思います。ちなみに、この翌月払いの3つの特徴ということで、しっかりと出ていますね。チャージ金額が不足していても、後日まとめて生産ができたりですとか、後継路期の支払いも後日まとめて生産できたりとか、さらに、ファインペインボ,ースもボーナスも貯まるということでございます。ちなみに、このファインペイン翌月払いについてはですね、審査があるみたいなので、それが通った方が使えるということでございまして、その翌月払いについての、まあ、いわゆる支払い、まあ、生産みたいな流れなんですけども、実際に9月いっぱい、例えば使った場合、利用分をまとめて翌月に支払 払うということで登録している銀行口座から翌月の27日に銀行口座から引き落としがされるということでございます9月使った場合は10月の27日例えば10月の場合は11月の27日に銀行口座から引き落としされるということでございますまあ、他にもねファインペイ翌月払いのスキップ機能というのが出てますのでもし気になる方はですねご自身でチェックしてくださいではですね今回の本題であるこちらは期間限定ファインペイボーナスが最大5500円相当もれなくもらえるということでこの翌月払いがスタートしたことによっての記念のキャンンペーンだと思います まず、キャンペーンの期間なんですけども、10月の1日から10月の31日までの10月いっぱいのキャンペーンでございまして、今回のこのキャンペーンですね、2通りに分かれておりまして、まず1パターン目は、10月の31日日曜日の23時59分までに、ファミペイの翌月払いのお申し込み完了で、期間限定ファミペイボーナスが500円相当申請ということで、そうなんですよね。めちゃくちゃ簡単なんですよ。申し込みが完了したら500円相当もらえるんで、とりあえず申し込んで、通れば OK と。ですけども、ここにも出てるように、申し込みの結果、 負荷の場合は丸1の対象外となりますということですのでちょっとどういった審査状況か全然僕もわかんないんですけどももし通らなかった場合は500円はもらえませんよということでございますで2つ目のキャンペーンですね期間中ファミペイの翌月払いの利用でご利用分の半額相当の期間限定ファミペイボーナスを新定かっこ上限が1000円相当ということですのでまあ、単純計算で2000円分使えば半額なので1000円相当がもらえるということでございますレースに考えてめっちゃお得ですよねで今回も もらえる期間限定ファインペインボーナスの新定義なんですけども丸1と丸2に関したらこちらにも出てるように2022年の1月31日頃ということですので結構先の方にですね付与されるんで本当にまあ忘れた頃に付与される感じですで有効期限もありましてその年の3月31日までということですので付与されたらもうサクッとね使っちゃうことをお勧めしますあとこれ便利だなと思ったんですけども有効期限が近づくとプッシュ通知でお知らせいたしますのでプッシュ通知の設定をあらかじめオンにしていただくようにお願い しますとということで、すすのでまあ、まだねここれれ設定さててなないいいい方はオンにしておくとともいいかなと思いますで今回ですね、ここの注意事項のところがかなり重要なところがですね、記載がされているので、絶対押さえておいてほしいところがあるんですけども、それがこの赤文字のところですね、ファミペイ残高を使い切らないと、ファミペイ翌月払いを利用することはできません。お支払い時の消化順位は以下の通りとなりますということで、おそらくですね、該当される方は結構いらっしゃるのかなと勝手に思ってはいるんですけども、ファミペイですね、まあ元々これ この1から3番までっていうのはあったんですけども、今回4番が追加されてるということでございまして、まずこのファインペイボーナス期間限定っていうのは、いわゆるファインペイのキャンペーンとかで付与されたファインペイボーナス。で、ファインペイボーナスの通常っていうのは、普通にファインペイでお買い物したらですね、0.5%還元されるので、それがファインペイボーナス通常。そして、ファインペイ残高は、いわゆる銀行口座とかでまあチャージをしたら、まあそういった残高がファインペイ残高と、この3つを消化しないと、この4番にたどり着くことができないということでございます。 ので、既に残高がゼロの方に関せれば、特に影響はないんですけども、まあ、波数であったりとか、1000円ちょっととか、2000円ちょっととか入ってる方は、それを使い切らないと、今回のキャンペーンに参加することができないので、そこがね、ちょっと引っかかるところではございます。ですけども、今回ですね、まあ、Twitter などの情報を参考にさせていただきまして、とある方法を使ってですね、僕もうまく残高の消化ができたということであるので、まあ、ちょっとそちらも参考にしていただければと思います。ではですね、順番に1番と2番取り組みまして、まず1番最初の翌月払い� 完了で500円相当ということでまずですねファインペイのアプリを開いていただきますとこのサービス一覧のところがあるのでここをタップしていただくといろんなメニュー画面が出てきますそこにファインペイ翌月払いというところが追加されてるんでここをタップしていただくと今回のこの翌月払いについてのいわゆる申し込み画面が出てきますでそこでですねこのステップ1と2のところで銀行口座そして本人確認がまだされてない方はですねしていただく必要がございますで僕はもうすでにねこちらどちらとも行ってますんで もう隅、隅、の状態なんで、このままですね、画面を下に下がると、ここに申し込むというところがタップできる状態でございます。でですね、まあ、先ほどのプッシュ通知の設定もここでできるみたいなので、まあ、この段階でしていただきまして、で、僕はもうこのまま申し込みをタップします。そしたらですね、次に、翌月払いで申し込むためのご自身のお名前、かな、そして性別とかお誕生日とか、まあ、そういったところを入力していただきまして、画面を下に下がると、こんな風にチェックを入れるところが出てきます。あとですね、ご希望の翌月払い利用上限金額っていうことで選択して てくださいと出るので、まあ、希望のところですね。ご自身で選択していただく必要があるんですけども。僕の場合特によく分かんなかったんで、とりあえず1万円という風に入力して、このまま申し込むをタップして進みました。でですね。そしたらこの内容で間違いないですか？という確認が出るんで、このまま申し込むをタップすると、これで申し込みが完了ということでございます。審査は通常5分程度で完了しますとですけども、21時以降の申し込みは翌々日の審査回答となる場合があります。ということですので、結構時間帯によって左右されるかなと。いう 感じかなと思いますでですね、このまま閉じるをタップして待っておくと、ま、あ大体約僕3時間後くらいにですね、この通知が来まして、審査が完了して、翌月払いがご利用可能となりましたということで、これでとりあえず、この丸1番の500円相当はゲットできるということでございます。結構簡単ですね。で、続きまして2つ目なんですけども、期間内に翌月払い利用で半額還元最大1000円相当ということで、まあ、この丸2番のキャンペーンに関したら、とりあえずですね、ファインペイが使える店舗で OK みたいな感じなんですよね。キャンペーン ページを見る限りはファミリーマートで使ってくださいとかそういった指定がなさそうだったので、とりあえずファンページが使える。 店舗であれば大丈夫っぽいです。で、もしなんですけども、ちょっと購入するものがなければ、もう普通にファミリーマートでポサカード購入が一番いいかなと思います。まあ、その理由はですね、ちょっとここに関わってくるんですけども、先ほどお伝えした、このファインペンの残高の消化される順番ですね、これが引っかかってくるとこではあります。例えば、先ほどもお伝えしたように、千何十円とか、二千何十円とか、まあ、二千何百何十円とか持ってる方がいらっしゃれば、もし、そういったですね、1円単位で購入できるポサカードは、結構綺麗に変えたりすることもできるので、 個人的には結構ありですね。こちらですね。ファミリーマートのポサカードの詳細画面なんですけども、まあ、こんな風に出てはいるんですが、もしですね、1円単位とかで購入する場合は、こんな風に、コントロール F で、まあ、1円という風に入力していただいて検索をかけると、とりあえず1円単位で購入できるポサカードが出てきます。例えば、アップストア、iTunes ギフトカード、1500円から購入できまして、それもね、1円単位で購入できたりですとか、この Google プレギフトカード、これも1500円から購入することができまして、1円単位で購入できる。他にも、Web マネーギフトカード、これは 1500円からまあ、1円単位ですね他にもビットキャッシュカードこれも1500円から1円単位で T マネギフトカードも1円単位3000から1円単位できますねあとは Amazon ギフト券これは1500円から1円単位まあそんな感じでこんな風に検索をかけると1円単位で購入できるものっていうのがずらりと出てきますんでまあまあまあもしね波数とかで購入されたい方はですねこんな感じに検索をかけてまあ、ご自身でどれを購入しようかなって迷ってる方はですね参考にしていただければ幸いですではですねその内容を踏まえてポーサカード� していきたいと思いますこちらですねファインペイを使うが今僕オフになってますんでここオンにしていただくとここですねグレーアウトからしっかりと色が入った状態になりましてそこからなんですけどもここの残高のところをタップするとですねこんな風に自分が持ってるファインペイ残高とかボーナスとかそして期間限定とかそういったものがずらりと出てきましてここで僕の場合はここですねこの中の残高の合計をすると一応1066円分あるという状況でございますまあ単純に僕が使い忘れてたっていうこともあるんですけどもそこ ここからですね、今回のこのキャンペーンは1000円付与なので、2000円分使えば上限に到達するということでございます。なので、この1、2を合わせたらですね、3066円分をですね、購入すれば、まあ、残高も消化される、プラス、このキャンペーンにも参加ができるということですね。なので、もしトライされる方は、もともとあった残高とボーナスの消化、そしてキャンペーンの上限分をゲットできるための、まあ、計算をする必要があるかなと思いますんで、まあ、これはご自身によってバラバラだと思うんで、こんな風にね、計算をして参加してみる のがベストですねそして、先ほどの審査で僕一応ですね、翌月払いの利用可能額として1万円って設定してたんですけども、特にそんなに使う必要はないかなと思いまして、ここをタップしたらですね、こんな風に翌月払いの自分の状況が出てくるんですけども、念のため利用上限金額をちょっと下げたいと思いまして、ここをタップするとですね、こんな風に翌月払いの利用上限金額を変更できるみたいです。で、そこからですね、僕ちょっとこのまま5000円にちょっと変更したいと思いまして、そのままちょっとね、ここの設定スローをタップして、そしたら5000円にですね、ちょっと とと下がりままししててそこからちょっとキャンンペーンに参加してみたいと思い思すで、早速ですね、ファミリーマートに行ってきまして、こんな風にバニラビザギフトカードとかティーマネーギフトとか売ってまして、楽天のバリアブルカードとか売ってたんですけども、もし楽天のバリアブルカード購入される方はですね、気をつけていただきたいのは、こんな風に3000円とか5000円とか1万円とか金額が決まってるタイプのものと、小さくこんな風に出てる1500円から5万円とか、まあこういったタイプのものもあったりします。僕は今回ですね、こちらの1500円から5万円のタイプのものを購入して、 そしたらですね、以下の支払いが完了しましたということで、こんな風に3066円分、楽天のバリアブルカードを購入できたということでございます。一応店員さんにはですね、3066円分お願いしますっていう風に伝えればすぐにね、3066円分ですね、ということでサクッとレジで購入することができます。ちなみに今回購入した楽天のね、バリアブルカードはこんな風に裏面にですね、ピン番号出て盛りますんで、ここを削ると、削った後にこの QR コードを読んでいただくと、ピン番号を入力する画面が出てきますんで、それをね、入力してどんどん進めんでっていただくと、楽天ポイント 66ポイント分を受け取りましたということで僕はこのままね楽天ポイントとして利用したいと思いますちなみにこの楽天ポイントは期間限定ポイントとなりまして個人的にはですねこんな感じに楽天ペイでいつも使うことが多いです理由としたらここですね楽天ペイのポイント払いをすることによって期間限定ポイントでも1%還元期間限定ポイントを使っても1%還元がされるんで個人的には気に入ってるサービスの一つでございますでですね今回このキャンペーン取り組む上で注意点3つ挙げさせていただくと例えば翌月払いの審査 に落ちるる場合もあとということで、すねみみんんんななななが参加でででできるるるいいうう感じでははさそうなんで中には落ちる方もいるかもかしれませ二つ目は、ファミペイ残高の消化順位と自分の残高を事前に把握して、キャンペーンに参加してくださいということですね。これ人によってですね、今現在持ってるボーナスとか残高、絶対バラバラですので、先ほど僕みたいな感じで計算をして、どれぐらい使えば残高が消化されて、キャンペーンにも参加できるのかっていう風に把握をした上で参加するとかなりやりやすいかなと思います。 で、三つ目は、連携した銀行口座に利用額分の残高を事前に準備ということで、 今回10月に使った場合は、翌月の27日、11月の27日に引き落としがされるんで、事前にですね、使った額分は必ず銀行口座に入れておいてください。もしね、万が一支払いが滞ったりすると、あまりよろしくないと思いますんで、そこはね、かなりの注意が必要かなと思います。ではですね、キャンペーンのまとめなんですけども、今回キャンペーンの特典2つございまして、翌月払いに申し込みをすることで500円相当のファインペイボーナスがもらえたりですとか、翌月払いの半額還元ということで、翌月払いを使ってファインペイで決済したら1000円相当、 党まで付与されると2,000円分使ったら上限到達しますでどちらとも付与される日程が2022年の1月31日までで補足として先ほどお伝えしたように翌月払いはその月の1日から末日の利用金額に対しての翌月27日に銀行口座から引き落としですのでしっかりとね使った分は事前に銀行口座に入れておいてくださいまあそんなこんなで今回はファインペイの新しいサービス翌月払いの最大1,500円相当がもらえるというキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました まあ正直なところね、ここ最近その後払いとかこういった翌月払いとかこういったサービスかなり増えてきてるはいるので、個人的にあまり推奨するようなサービスではないんですけども、こういったキャンペーンとかはね、うまく取り組めば全然リスクなく取り組むこともできますので、まあそこら辺に関したら大丈夫かなと思います。で、今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンク概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。